行機に乗ってても思うんですけどね、このファーストクラスに乗ってると毎回自己紹介してくるんですよ。今回お供しますなんとかですって。別に名前名乗んなくていいけどな、覚える気ないし。あのサービスマジでいらねえんだよな。直接言えないんですけど、自己紹介してくる人に名前聞いても覚える気ないですってやっぱ言えないんですよ。 CA さんに僕、よろしくお願いしますって言うんですけど、あれ誰が怒るんだろう。お前ファーストクラスに乗ってんのに名前も名乗らないのかって CA を怒鳴る人が過去にいたんだろうな。キャビンアテンダントのチーフみたいな人も挨拶に来るし、で担当します何々ですっていう人が来るんですよ。周りも見てんですよ。でみんなめんどくさそうに、あ、はいはいはい、ありがとうございます、はい、ってこう言ってるから、いらないと思うんだよね。